では今日の難しい早口言葉、ラバかロバかロバかラバかわからないので、ラバとロバを比べてみたらロバがラバをわからなかった、ロバかラバかわからなかった。ラバかロバをラバかロバかララバかロバかロバかラバがラバか、おお、ラバかロバかロバかラバかわからないので、ラバはラバとロバを比べたらラバかラバかロバかラバかわからなかった。じゃあラバかロバかわからなくなってきましたね。ラバかロバかラバロラバかロバかロバかラバかわからないので、ラバとロバを比べてみたらロバかロバラバかわからなかった。わからない。ラバかロバかラバかロバかロバかラバかロバかロバかラバかわからないので、ラバとロバを比べてみたらロバかラバかわからなかった。言えた。これはすごく難しいですね。ご飯。ラバかロバかロバかラバかわからないので、ラバとロバを比べてみたらロバかラバかわからなかった。キュ。難しかった。ね、ギリギリ。言えたかな一回。おはようございます。ちょっとロバに会ってみたいんですよね。よく昔話とかに出てきたりするんですけど、ロバに会ってみたい。おはようございます。今日は5月6日お台場当日、うん、嬉しい。ついにですね、ついにこの時がやってきました。楽しみです。頑張ります。初見ですね、ついに当日、嬉しい。肉肉楽しんできます。頑張るね。ありがとうファイト。あーピピー、グッモーニング、ハブナイスデイ、センキュー。あれ、鴨志田さんもしかしてのびしゃの、いろいろと見てないな。ショールームとかでも言ってたの。5月6日に今日お台場で肉フェスというフェスが行われるんですけど、そこのメインステージで
STU48 は1部2部と出演させていただきます。とても本当にありがたいことです。ぜひ来てねということです。どうもお肉です。やばいやばい、ファンの皆さんお肉になっちゃうの。ヘルシマミマジか、ちょっとテンションダウンやるみたいになったわよ。そうなんだよ、中谷さんありがとうございます。どうだろう、うん、そうなんだ。チキンナゲットさん、ハロー、Hello, good morning. How are you today? Oh, 日本から来た新しい女子メンバーがいます。これはとてもまだとても若いです。そうなんだ。新幹線寝てそう、確かに移動中は寝てそうだね。英語ペラペラ、やばい。 I love you、 ありがとう、おはよう。あーい、ゆりか、泣き、名前は聞いたことある。かわいい、ゆりかちゃんみたいな感じ。ゆりかちゃんって誰だろう。ゆりかちゃん、はいよ。頭のね、回転がね、うまく回ってないからね、ちょっと会話がおぼつかないんですよね。日常的に会話おぼつかなくなってくるとやばいな。ちょっと頑張ろう。マップ先輩や、めちゃプレッシャー、やばい。サンキシュウさん、今日はね、サンキシュウさんも頑張るし、マップちゃんとても 2.5 も頑張る、とても最高のステージにしたいなって思う。可愛いから大丈夫、嬉しい。配信は寝ないんですよ。だから元気でね、より見てほしいんですよね。もうね、もうこれはめっちゃ有名だよねっていう曲も似合ったりするから、そう、48グループとかアイドルじゃないもので、わあ、これは絶対みんな聞いたことあるって言うとかね、やるから、だから
当日はみんなで見に来てください。お待ちしております。おはようございます。では終わりたいと思います。テレビ青さんありがとうございます。テレビズ味噌カツさんありがとうございます。おイレブンです。月バカさん的にありがとうございます。テレビズカコピニーさんカサミーさん的にありがとう。テレビズハギピさん的にありがとうありがとうございます。テレビズオコテさん的にありがとう。セブンです。アニさんありがとうございます。めでたいさんでキュウリマチありがとうございます。フィフティスおたとさんありがとう。フォーティスウラビさんありがとうございます。スーディスイズキチさんありがとうございます。セカンディスのぞみょんごさんできありがとう。フリーズなかにゃんさんおめでとうございます。ありがとうございます。 Thank you。 ありがとう。本日もね配信ありがとうございましたですね。熱中症皆さん熱中症対策しっかりとしましょう。喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。日焼け止めをしましょう。皆さん熱中症に本当にお気をつけください。ありがとうございました。はい、本日もねありがとうございました。ハピちゃんでした。いいよありがとうね。そう、あと2分あれあれごめんごめん。そう、5月病には何がいいですか。そうですね、5月病にはあ何がいいかしら。熱中症です。あれまあそれは嬉しいよ。5月病ね難しいですね。のっぴに夢中になったら5月病治るかもしれません。うん、楽しみに行ってきますよ。バイバーイ。そうですか、ありがとうございます。またね。初見さんもありがとうございます。来てくださって嬉しい。ありがとう。多分会場は暑い気がする。やっぱり皆さんの熱気とかでもより暑くなると思うので、あよよまたね。テロップ出た？おはよう。ネグネグ食べれるといいな。ワクワク。おはよう。またありがとう教えてくださって。出た。またね。ごめんね、ありがとうね。またね、明日に配信では明日に。そしてお台場で会う方はまた後でね、後ほど。See you. Bye bye.